すげえ。久しぶりに俺インスタライブしますわ。うえ、すげえ。これ何ヶ月ぶりですだろう。えぐい。すごい。すげえ。お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。皆さんお待たせしました。ちょっとライブ終わっていろいろドタバタしててこの時間になっちゃいました。お待たせしました。すごいな。インスタライブ本当に何ヶ月ぶりってぐらいにしてます。すみません、始める前にインスタライブってどうやってやるんだっけってなりました。お待たせしました本当に。ほんと39分も近くしちゃいました。お待たせしました、ありがとうございます。皆さんメッセージありがとうございます。今日で無事に26歳になりました。ありがとうございます。ほんとに痩せてないって、痩せてないですね。変わってないです、ずっと大丈夫ですよ、元気ですよ。待ってないよって言ってるけど待ってないよは嘘だな、多分な。待ってますね、きっと。お待たせしました。すごい、今日も本当にカウントダウン TV の本当にいろんなスタッフの皆さんに裏でおめでとうって、もうすれ違うたびにいろんな方におめでとうって言ってもらえて、ステージ上でもね、実は会場の皆さんにねバースデーソング歌ってもらってすごい幸せ。うお、雨降りだした。はい、祝っていただきました。ありがとうございます。本当に幸せでした、本当に。で、今日はパフォーマンスがね、すごいね、一曲一曲な感じで、カウントダウン TV らしいフェスをさせていただいたんですけど、ライブで久しぶりに前髪下ろしましたね。ずっと上げてたけど、たまには下ろしてみようってことで、26歳初ライブは、こんな感じでやりました。ありがとうございます。本当にすげえ、めっちゃメッセージ来てる。すごいな。こんなインスタライブって見られるんだっけ。ちょっと緊張しちゃうな。生誕グッズが無事に今日発表されて、今日紹介しようと思うんですけど、熊のぬいぐるみの、ベアのぬいぐるみの方は、まだ、実は完成しなくて、どっちもね、結構こだわっちゃって、ギリギリ、発表にまず、ギリギリに間に合って、無事発表できたんですけど、ものがまだ、そっちの方はできてないんで、3日後ぐらいに届くそうなんで、そっちは、また詳しく、なんか写真とか、あげます。3日後ぐらいかな。ただパーカーがもうすぐ届くんで、ちょっと待っててください。23時頃に多分届きます。一旦それまでお話ししましょう。ね、久しぶりのあれだから、インスタライブだから。みんなあれですか？今日はオフですか？今日土曜日だもんね。そうなんです。もうめちゃめちゃ生誕グッズこだわっちゃって、グッズ見てもらったら分かる通り、ポケットをねこうなんか見えないようにしたりだとか、紐をこうしたりとか、丈の長さこんだけ短くしたりとか、あとゆったりめでしたいみたいな、なんかいろいろこだわってたらすごいね、長くなっちゃいました。お待たせしました。今日日曜日なんだ。すいません、曜日感覚もないです。もう昨日も今日もライブでした。今日配信見てくれてたのかな、みんな。8号車の方が多いかな、きっと。この配信見てるのは今日ライブで見てましたって方もしかしたらいるのかな。今仕事中です。あ、すごい、仕事中に見てくれてる。両方行ったよ。ありがとう、ありがとうございます。
会場でお祝いできた。ありがとうございます。ねえ、アロハが、お、アロハ来た。アロハ来たよ。まーちゃんおめでとうって言ってるわ。ありがとう。今日楽屋の方でも超特急チームみんなにお祝いしてもらいました。メンバー含めスタッフの皆さんにも。なんか写真とか結構メンバーみんなが上げてくれてるんで、みんなのインスタ見に行ってみてください。昨日はしゅうやとたくやくんとご飯に行って、そこでも二人がごちそうしてくれてお祝いしてくれたよ。なんかすごい僕のファンクラブの方で誰が一番最初に連絡くれましたかって言ってましたけど、一番は誰だったでしょう。もうね、結構ねみんなすごい早いうちから連絡くれて、あれこれコメントちょっと遅れてんのか。あ、そんなことないね。そう、みんな早かった本当に。もう超誤差でした。みんなびっくりしたね。一番はシュウヤでしたね。はい、もう0時0分ぴったりにシュウヤで、その超誤差0時0分ぴったりにゆうきくんも来て、もうブワーってみんな送ってくれて、今日マーサも会った瞬間におめでとうってみんな祝ってくれました。優しいですね。ありがたいですね。ちなみに今日同じ誕生日だよってことかもなんか理想なんで、おめでとうございます。理想、全然理想。今日9月15日誕生日だよって人、理想ですね。ね、みんな優しいですよね。すごい、めっちゃ、あ、これ何、あ、質問が届いてんだね。なるほどなるほど。お誕生日おめでとうって言ってますね。あ、すごいな。今日のライブで誰かと仲良くなりましたか？あんまりね、他アーティストの方と話す機会はなくて、もう本当にどん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 回っていく感じだったんで、あんまりゆっくり話してないんですけど、でもすごい皆さん素敵な方々で、本当にね、みんなでバッテンダンスこうやってやったんだけど、裏でもね、ずっとやってくれてて、もう最高でしたね。皆さんすっごい優しいですよ、本当に。もう裏でもね、誕生日おめでとうございますって言ってくれてね。雨すごいよね。雨の音がすごいね。みんな気をつけて帰ってください。今多分帰ってる途中の人いるよね、きっと。明日平日だから仕事でね。明日祝日ですか？え、明日祝日なんですか？3連休じゃん。そうなんだ。明日みんな、あ、なるほど、祝日なんですね。何の日ですか？明日何の日なんですか？あ、敬老、あ、敬老の日。じゃああれですね、おじいちゃんおばあちゃんとかにお礼をする日みたいなことですね。皆さん明日はじゃあ普段ね言わないこととかも言いましょう。ありがとうってね。本当にね、今日思った、おめでとうとかありがとうとかってやっぱめちゃめちゃ嬉しいですね。すごい単純な言葉だけど、すごいそれを今日めちゃめちゃ感じました。なので皆さん本当に普段お世話になってる
方とかにね、ありがとうって言ってみましょう。ぜひ普段言わない方も、マークも言うんだよね、言います。あ、なんかすごい質問がめっちゃ増えてる。急に全然質問じゃなかった。マー君大好き、ありがとうございます。あ、すごい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 、めっちゃ質問来てた。26歳何かしたいですか。あーね、どうだろうな、26歳か。まあでもなんか今年というか2024年まだ超特急で海外行けてないんで、海外行きたいですね。また去年タイ行ったみたいな感じで海外でライブしたいね。すごい、未だに未だおめでとうってたくさん来てる。ありがとうみんな。におわせですかってね。全然決まってないです。ね、決まってないですよね。今のところ海外決まってないですよね。行っちゃおっかな。行っちゃおっかなって言ってます。行っちゃおっかなって言ってます。今みんな聞こえたかな。これ録音で聞こえ、録音というか聞こえてなかったかな。みんな聞こえてたらワンチャンそれでいけるかもしれない。ね、そう、そうなんですよ。あの朗読劇で、のね、キャストの、キャスト共演したみんなからも LINE とかもらいました。おめでとうって。すごいね、X とか、の方でも乗っけてくれてたりとか、撮れたりの皆さんとか、もうなんか本当にいろんな関係者の皆さんが、いろんなところでお祝いしてくれてて、嬉しいっすね、なんか。毎年毎年、更新されていってますね。たくさんの方にお会いしてもらって、夜ご飯食べたって。夜ご飯食べたよ、食べた食べた。そう、お弁当を食べました。あ、だんだんエビダンオフショー上げてくれてるんですね。ありがとうございます。すごい、ちょっとライブでまだ見れてないですね、全部は。明日から11連勤頑張ってください。バイト頑張って。26歳最初何食べた。確かに気にしてなかったな。何食べたんだろう。ね、26歳最初、うわ、何食べたんだよ今日。まあでもお弁当ですね、はい。お弁当食べました。すいません、なんか特にあれですけど、お弁当食べた。全然そういうの気にしなかったな、そういえば。昨日何時に寝たって気になる。昨日でも今日もライブで、昨日もライブだったんで、一旦年越しじゃないわ、日付またぐのは一旦待とうと思って頑張って起きて、でもなんかすっごいメッセージありがたいことに来たから、それ読んでたら気づいたら1時ぐらいになったね。で結局寝たのは多分1時半ぐらいかな。で今日も朝から頑張りました。ね、年越しは全然早かったね。まだ全然です。皆さんライブも年末あるんで、ぜひ今8号車じゃない方もきっと見てくれてると思うんで、年末もあるんでね、ライブもぜひ乗車してください。あのアリーナツアーですね。ジョーカーって言います、ツアータイトルね。8公演あります。8公演アリーナ、8公演あります。大阪からスタートですね。大阪、そして代々木、そして、名古屋で最後横浜ですね。あの名古屋の方は1月の4日と5日なんで結構年始なんですよ。はい、僕たち年始から頑張っちゃいますって感じで、みんなもぜひ正月こたつでゆっくりするのもいいですけど、超特急と過ごしてみませんかっつってね。
逆に年末はあのクリスマス僕たち結成日なんで、超特急の結成日なので12月25もライブあります。25、26はあの代々木ですね。来ちゃってください、みんな待ってます。もう当落1時は出たんですよね。だから2時、今2時ですね。夢8ですね。夢8の2時ですね。今ぜひ夢8というあの僕たちのファンクラブですね、ぜひ入って応募してみてください。お母さんがまさひろのファンでもいいですか？全然いいです。え、何その、何その許可。いいよお母ちゃん、お母さん大丈夫ですよ。僕のファンになってください。じゃあチケット当たりますように。あ、願っててください。眠たくなってきました。寝てください、全然寝てください。あの僕の声って眠くなるってよく言われます。娘がマー君推し、 あなたはどうですか？え、ぜひ僕を押してください。お誕生日お会いできて幸せでしたね。もうあと1時間6分ぐらいで終わります。僕の誕生日も。トイレ行っていいですかね、行ってください。私もファンクラブに入りました。 ありがとうございます。素晴らしい。今日ライブ見てファンになってくださったのかな、どうなんだろう、ね、今日もね、ほんとめちゃめちゃ盛り上がったんですよ。配信みんな見てましたか、ね、後日あの10月にありますので、放送もね、ぜひ見てください。もうめちゃめちゃ盛り上がってます。夢八今日入会したって言ってますね。ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。もうほんとぜひ僕たちに会いに来てください。本当にライブ曲をね、もちろんね、知って見に来ていただくのももちろんありがたいんですけどね、知らなくてもうちは楽しませる自信があるんで、はい、僕のよくね友人も言ってます。曲が知らなくても楽しいよってね、知ってても楽しいよね。キラリ入っていいですか？待ってます。キラリってのは僕の個人ファンクラブです。いつか群馬来てね。はい、ぜひ行きましょう。このインライン見て拓也くん押したけどマー君押しに、あ、いやもうそれはもうどっちも押しましょうね。うん、みんないいメンバーなんで9人、はい、僕含め9人あのキャラクター全然違うんで、ぜひ箱押しにもなっちゃってください。自分なりにプレゼント買いましたか？あ、僕はね、バッグを買いました。はい。新しいバッグ欲しいなと思って、バッグ買いました。ありがとうございます。お父さんもマーク欲しいな人です。あー、嬉しいね。お父さん、ありがとう。ね、男性ファンってこう、結構僕嬉しいんですよ。女性ファンももちろん。嬉しいだし、ただ男性ファンってね、特になんかこうやっぱ8号車って意外と女性の方が多いんですね。そう、意外ではないですね。はい、8号車って女性が多いんですけども、やっぱ男性ファンもね嬉しいですよ。ネイル見せてください。はい、カーキですね。今ちょっと緑っぽく見えますね。カーキです僕今。はい、髪色も最近染めたんですよ。うん、2週間に1回ぐらいいつも染めてます。まだかな。お、もうすぐ来そうですよ。もうすぐパーカー来そうなんで、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。みんなアーカイブ残すんで、眠い人は全然後日見てください。なんでカーキなの？気分ですね。はい、すいません。本当に眠たくなってきた。全然寝てね。こんにちは。こんにちは。ビリオンスクール最終回。うわ、まだ最終回だけ見れてない。ごめんなさい、まだ最終回だけまだ見れてないです。それ以外全部見ました。もう。おもろいね、あれ、本当に。さすがです。もう
食あまだ言わない方がいいか言わない方がいいけど、まあ通して言えることは、あの職員室での、あのフリー演技っていうの、あれ最高ですね。めちゃめちゃ面白い。最終回早く見たいね。お、来た来たか来たー、来ました、あざすー、無事届きました。はい、お待たせしました。5000名の皆さん、6000名の皆さん、お待たせしました。こちらです。これですね、パーカー。はい、お待たせしました。もうね、寝落ちしちゃってんのかな、もしかしてね。これですね、僕の、まず僕のキラリではもう定番のこのクマさんですね。ベアがいます、ここに。こうやってこれがタグですね。そしてあの紐が僕のブラウン、あのイメージカラーがブラウンなんですけど、ブラウン。ここの髪の毛気になるな、こいつ。これなんだこれ、あ、なんか気になっちゃった。あ、やべ、あんまいいや。はい、これですね。あ、なんかチョンってなってるやん。あ、もういいや。はい、これですね、ブラウンの紐。そしてここですね。あの去年、あのよくインスタのストーリーでさ、こう落書きできるじゃないですか。それで一発書きして決めた、この僕は MM くんって呼んでるんですけど、この M を2つ並べて顔を描いたんですけど、これなんで MM かっていうと、僕名前が、あの頭文字が M と M なんで、それを並べて、はい、なってますね。はいはい。でも、まあ、あとは着た感じですよね。これがサイズがなんぼなんだろうね。サイズがちょっと、サイズがちょっとわかんねえぞ、サイズがちょっとわかんねえぞっつって着てみましょう。だね、今日はね、ちょっとサイズがわかんねえです、これ。ちょっとこれサイズ何倍ですかね。書いてないんですよ、どこにも。ちょっと今聞いてもらってますんで、ちょっと待ってね。まあ閉めたらこんな感じですね。はい、あのちょっとあの M、 これで M です、皆さん。僕これ着て今 M です。 M で、僕が今腰にパンツを普通に履いてる状態ですね。で、こうちょっと重なるぐらいの、はい、フード結構深いです、これくらい。うん、かわいいね、すごく可愛いです。もう本当にこだわりました。なんか暑いなって思ったらこうやって開けてもらって全然いいんで。でポケットこれないように見えるんですけど、これもこだわりました。ポケット俺、僕あの前にやるのすごいあんま得意じゃなくて、ここにね、あ、なんかタグが入ってる。あ、ここに書いてあった。はい、ここにねポケットが入あるんですね。ここにね、見えないですかね。ね、ここに、実はここにポケットがあるんですよ。ここに、この脇の下、脇の下に、はい、ね、こういう感じになってます。はい、こういう感じですね、こういう感じになってます。後ろがこんな感じですね。見えてる、みんな見えてるね。よし、はい、これで M サイズですね。なので、まあ俺はもうちょっと大きいサイズで着たいですね。L か XL ぐらいで着たいなと思ってます。あれ、サイズ転換って XL までやったのかな。はい、で、まあ、なんで丈短くしたかっていうと、まあこうやってなった時に足長効果ですよね。はい、シンプルに足長効果にもなるよっていう。で、この丈感が可愛いよっていうの。あんま大きすぎるとちょっとやっぱスタイルをねよく見せたいっていう時にね、ダボっとしちゃう。 M と L だけですか。あ、すみません、 M と L だけでした。ってことは僕は L ですね。 L にします。はい、
XL はナイスなので僕は L にします。男性とかは結構 L でいいんじゃないかな。はい、僕が170ぐらいです。170ぐらいで、L を着ようと思います。まあでも M でも全然着えます。はい、なのでまあ小柄な方は M がいいかなと思います。こんな感じで本当にこのポケットだけはマジでこだわりたかった。ここ見てみたいですけど、中、ここ中をですね、中は結構シンプルですね。もうポケットがここにあるんで、ここのあれがあるんですけど、まああの生地感、はい、生地感が裏肝じゃないです。僕裏肝があんまりちょっと厚がりなんで得意じゃないんで、こういう涼しめなというかよくある生地感ですね。わかるかな、伝わってるかな。でこっちがはい、こういうサラサラした感じので、袖も結構しっかりしてるんで、あんま、まあまず伸びることはそんなに、こうやってこう、まあ、めくれる感じになってますね。こうやってしっかり留めます、留まります。であとこのここの長さもちょっとこだわりました。あんまり長すぎるの好きじゃないんで、はい、これくらいの袖よりはちょっと短いかな、多分ここの絞ってあるとこが、ここね、そんな感じです。はい、ここにね、こうやって入ります、ここに。うん、いい感じ。はい、そんな感じですね。さあ、触ったかな。で、本当にクマさんの方はあと3日後ぐらいに届くんで、もしかしたら配信でまた伝えれたら伝えるんですけど、まあ、写真でインスタの方に上げたりとかするんで、僕のインスタの方をフォローして待っててください。公式の方にも出せたら出します。はい、かわいい、ありがとうございます。ということで無事にできたということで、あと生写真ですね。生写真が2種類撮ったんですけども、スーツの方が完全にあれ私服で撮ってみました。スーツというかちょっと 上スーツで下地パンみたいな感じ、あれがもう完全に衣装ではなく私服でも撮っていたので。で、マルヒって書いてある、マルヒもね、字も僕が書いてるんですけど、あれもインスタのストーリーの落書き機能で書きました。はい、あれも楽しみにしててください。きっと皆さんの満足いってもらえるような生写真になってると思います。あ、L サイズを着てる姿を見てみたい。わかりました。じゃあ、パーカー L サイズ。用意できて着た写真をあげます。はい、なるべくね。すぐインスタやんでね、便利な世界ですよ本当に。もうインスタですぐできますからね。はい、マル秘写真なんですか。マル秘の意味がなくなっちゃいますね、そしたら。うん、だから教えられないです。なのでぜひお手に取ってみてください。もしかしたらあなたに届くかもしれませんね、当たるかもしれませんね。それじゃあもうあんまり遅い時間なんで、はい、すいません、この辺でじゃあ失礼します。ではありがとうございました。急遽なんですけどすいません、遅くなっちゃって、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。